大阪府立東住吉総合高等学校は、大阪府大阪市平野区にある公立の高等学校。1963年に設置された大阪府立東住吉工業高等学校を前身とする。全日制と定時制を併設する工業高等学校だったが、2005年度にクリエイティブスクールの家庭、総合学科を持つ大阪府立。 東住吉総合高等学校へ改編された、愛部と通部を設置している。各部とも3年以上在籍した上で、必修単位を含む74単位以上を習得することが卒業要件となっている。総合学科を設置し、機械技術、電気技術、自由環境、競技スポーツ、A 数、創作表現の6系列に属する多数の科目が開講されている。 また学校外でのボランティア活動、広大連携による大学の講義の受講、資格取得なども、高校の履修単位として認定されるシステムとなっている。2012年にアイ部が、食べ生単位制から全日制へと改装。1963年に大阪府立東住吉工業高等学校として開校した。開校当初は全日制課程のみだったが、 3年後の1966年には定時制課程が併設された。1989年10月17日には大阪大学を経由して日本のインターネットの先駆けとなったジュネットに接続し日本で最初にインターネットにつながった学校となった。大阪府立高校の改革方針に伴い東住吉工業高校を含む府立の一部工業高等学校を クリエイティブスクールに改編し、残る、府立工業高校を、高科高校へと改編する方針が、大阪府教育委員会から打ち出された。これに伴い2004年12月24日に、大阪府議会で条例が可決され、2005年1月1日付での、大阪府立東住吉総合高等学校の、開設、及び在校生卒業後の大阪府立東住吉。 工業高等学校の閉校が正式に決まった。2005年1月1日、大阪府条例に基づき、従来の大阪府立東住吉、工業高等学校を改組する形で、大阪府立東住吉総合高等学校が開設された。2005年4月に第一期生が入学している。これに伴い従来の東住吉、工業高等学校は2005年度以降の募集を、 停止した。在校生は、従来の東住吉工業高校として、授業を受けていたが、在校生の卒業に伴い全日制課程は2007年3月31日付で、閉課程となり、また定時制課程の在籍者がすべて卒業した2008年3月に、閉校となった。従来の東住吉工業高校全日制設備、 工業科の教育実践については大阪府立伏せ工科高等学校の建築設備系として機能移転を実施している。そこに問題のある生徒には授業を中断させ別室において教諭が反省文を書かせることによる指導を行っている。2015年5月授業中に雑談をしていた男子生徒を同じ教室の男子生徒が注意したところ雑談を していた生徒が威圧的な態度を取ったためトラブルとなった。注意した男子生徒に反省文を書き上げさせるため午前10時から8時間に渡り3畳ほどの別室にて指導を受けさせた。同校は指導生徒に対して定額5日の処分を出し下校させた当日、指導生徒は南海高野線の踏切で電車に跳ねられ自殺。生徒の遺族は学校側が 一方的に定額処分を決めたとして大阪府に対して約7700万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に起こした。ありがとうございます。